すみたやチャンネル D チャンネル。浜田子のバカ野郎バカ野郎 D チャンネルすみたやチャンネル。というわけでね、島根、まずは島根から、島根と鳥取に今から行ってみたいと思います。イエーイ。高速道路の走行性、まあなかなかいいフィーリングだよね。こうハンドルをぶらしてもすぐには車がぶれない。これ車特有の、まあ、車高が高い分重心も上に行きがちなんですけれども、ここがトヨタの技術者のすごいところで、重心はあくまで下になっているっていうところで、この安定性ができている、まあ、非常にいい車です。はいはい、現在新城まで 3.5 キロ地点までやってまいりました。 D チャンネル全然進んでないですよね新城まで 3.5、 いや県内、県内ですか。県内、まあ3日日ですね。3日ですね、はい、本日は日柄もよく、このね快適なベルファイアの後部座席でゆったりとしております。もうさ、あの、ね、何かが差し込んでる状態で、サービスエリアに寄らないこの人神経が違うわ期待だけ持たせといて行ってくれない住みたやチャンネル。はい、というわけで、まだ車の中です。多分もう鳥取、いやまだ岡山県。岡山です。ぜいぜいぜいイエーイ。アポなしロケってことで、今から、アポなしで牛乳飲みたいと思います。いいじゃん、島根県。おごって、じゃんけん、おごって、じゃんけん、おごって、じゃんけんとかじゃなくて、おごって、おごって、ケチ、うどん、ケチ。これ話になってたんでしょ。ケチ、おごって、チャンス置いてください。多分社長ならおごってくれると思う。あ何してまんねんな。あんた蹴った。走るな、少し。元気だね。使えないね。使えないねって言うの。いい天気だね。ね、さっき曇ったけどいい天気だね。よほほ、鈴木や。よほほ、カメラ回るとなんかみんなダメでこぐるのやめてくんだ。よ中川や。よほよ、感情不器用。おほほよ。よほほ、感情奉行にお任せあれ。夜なごでございます。夜なごや。